に潜入した愚かなスパイを捕まえることに成功した。実に愚かなスパイだとは思わんかないしょ。おっしゃる通りですか。おいスパイ、貴様の計画は途中までは完璧だった。一般面接で我が社に合格、その後の働きっぷりといったら真面目そのもの。貴様のおかげで我が社の業績は右肩上がりだった。幹部目前だったよ。だがなぜ今回こうして我々にバレたと思う？ロッカールームに全身黒タイツをしまってたから。だよね。なんでそんなリスキーなことするの？え、しかも7着毎日着替えるな。お前はなんで毎日着替えるんだ。間抜けすぎるだろう。で、極めつけはいざスパイ活動を開始したら、うん、残業中の社員に見つかった。そうだな、社員に見つかったな。あの、今何時何分だ、行ってみろ。夕方の5時半。もっと遅く潜入しろ、お前は。そりゃいるわ、間抜けすぎる、間抜けすぎるよね、秘書。おっしゃる通りです。何が、なんだ、何を笑っている、何が面白い。そんなに俺の顔がおかしいか。おっしゃる通り。今はいいんだよ、今はいいんだよ。これだから平和ボケした連中は。何だと？スパイが俺一人だけだとでも思ってるのか。まだいるのか。この会社にはまだまだ他にスパイが隠れてるんだぜ。何だと？社長、社長、この声はうちの幹部のおはる。社長、ん？スパイが捕獲されたって本当ですか？その話か。本当だ、スパイは確かに捕まった。見てみろ、この間抜けな面を。え、のじましょ。めちゃくちゃしたしそう。ちょっと、ごめんなさい。使ってたね。ちょっと、サッとしといて今。マジか。そういう空気じゃないんだって今。大丈夫。後で助けるから。助ける。聞き捨てならないよ。ね、ところで社長。無理があるよ。何か。そこでところで社長って来るのは無理があるって。バレた。逮捕。はい、逮捕。バレちゃった。一緒逮捕。やめ。かぶれてきた。あれ、スパイか。それはわかるだろう。あー、恥ずかしかった。バカにしてんのか、お前は。いや、でも捕まるに決まってんだろ。このままで終わると思わないでよ。なんだと？スパイはまだまだいるのよ。まだいるのか。いいこと教えてあげるわ。何？スパイの中にはね、スパイの元祖ともいえる正真正銘の忍者もいるの。忍者？忍びのスペシャリストに果たしてあなたが叶うかしら。忍びだと。確かに忍ばれたら、忍ばれたらどうしようもない。この BGM、 BGM がすごい。金ピカのやつがいるよ。なにこれ。早い。って何、あのお客さんの首がくるりんってなっちゃうから。何、隣に座って自撮りをするのね。自撮りをするのね。なに、何じゃないよ、忍びでしょ。忍びならもっと忍ばないと。なぜ金ピカな衣装でめちゃくちゃ派手だ。捕まった。そりゃ捕まるだろうよ、これ。俺してこいな。バカにしてたらやっぱり。なんだ、あなたの考えるわね。なんだこれ。でも確かにスパイ文化が根強くないこの日本で育った忍者じゃ限界があるのかもしれないもん、ね、いや国籍の問題じゃないよ絶対。あ、でもあのスパイ大国アメリカで生まれて、あの CIA で、CIA 007とも呼ばれた彼なら必ずミッションこなしてくれる。コードネーム007だと。なんだって。ピンポーン、インターホンが鳴ったよ。ピピ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 ンポーン。連打するタイプのやつだ。小学生だこれきっと。ピッツァをデリバリーしに参りました。なんだって。いや今はな、ピザなんて頼んだ覚えはない。ノンノンノン、ピッザリー。どっちでもいいわ、ためとかどうでもいいわ、そんなものは。ショーね、ショー頼んだ。ショー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 
なんかお前みたいなやつがお前007なわけないだろお前。ノンノンノン007。どっちでもいいんだってだからためがすごいな。まあでもよかった、これで全員捕まった。全員捕まっちまったな。10ゼロでお前らが悪いだろう。よし、こうなったら闇取引でもしようじゃないか。闇取引だと。ああそうだ、今から俺たちスパイがそれぞれ秘密を言う。そしたらそっちの秘密も教えて。いや可愛く言うな。どうか交換じゃ。俺たちの秘密はすごいんだぜ。ワン、ツー、スリー。秘密のアコちゃん。秘密をお願いします、はい、一応聞こうかな、ね、あ、礼儀正しい、うん、こんにちは。人前で話すときはサングラス取るんだな。まだ誰にも話してないことがあるんですけど、はいはいはい、僕、はい、学費をですね、はい、親から、仕送りと一緒に、はい、毎回送ってきてもらって、まあ、僕が振り込むっていう、うん、ことを、まあまあまあ、はい、してるんですけど、まあ、いると思うけどね。僕の学費は毎回47万円約47万円半年間かな多分。そうですね、なんですけど、はい、親が毎回ですね勘違いをして、うん、50万円を僕に送ってくるんですね。はいはいはい。3万円浮くじゃないですか。浮くね。まあ毎回毎回3万円浮くんですよ。浮くね、確かに。それを、うん、お小遣いにしてたっていう。親不孝者の親不孝者のお前。しかも、うん、最近それがバレてめちゃくちゃ怒られる。黙るよ。ワン、ツー、スリー。それは秘密、秘密、秘密、秘密のおはる。どうもこんにちは、おはるです、ね、はい、自己紹介から入ったね。秘密ってことなんですけれども、あ、私、バイト先、ポテトのバイト、マックね、ポテトのバイトなんですけれども、ポテトのバイトすると、やっぱ倉庫とか行って、物を取らなきゃいけない時あるんですよね。あ、で、まあ、一番上の段の物とかだと、他のバイトの女の子見てるとやっぱ届かないってことで、はいはいはい、男の社員さんとかに、はい、届かないで取ってもらっていいですかって頼みに行ったりするのを、届かないですってね、うん、見てたんですよ。見てる。でも、あ、私その倉庫に行ってですね、まあ、実際手伸ばしてみると、うん、あ、まあ、あのね、背もちょっとそうです、あれが届いちゃったんですね。届いちゃったんですけど、まあ、ちょっと私そこ女の子なんで、ちょっと社員さん呼んで、あ、届かないね、取ってもらってもいいですかっていうのを毎回しちゃう。乙女、乙女な秘密だ。ワン、ツー、スリー。それが秘密、秘密、秘密、秘密のシュリちゃん。可愛らしいのがいいな、今みたいな。あ、初めてやったね。いやー、私の秘密はですね、はいはいはい、まあ秘密というかは多分皆さん実はあるあるだと思うんですけど、あるある、はいはいはい、小学生の頃にプールの授業ってあるじゃないですか。プールあるね、はい、あれ、まあ、小学校の授業で2時間連続とかあるんですね、はい、あるね。で、その中で水に浸かってるとやはり尿意を催すじゃないですか。そこまでは、はい、でも女の子の水着って繋がってて1回脱いじゃうとまた着るの結構時間かかるんですよ。大丈夫これ。私プール好きだったんで、時間を無駄にしたくないなと思って、ちょっとそのままプールの中でおしっこ出しちゃいました。気持ちよかった。バカ。どうだ、これで秘密教える気になったんじゃないか。言うわけないだろ。最悪なこと言ってよ最後。最低な枕言ってるよ。そうか、入れねえよ。最悪だ。ダメだよ。お前らはね、もう全然ダメ。もうスパイとしてなってないから捕まってるんだよ。いいか、ルパン一味見たことあるから、ルパン三世。いいか、ルパン三世の中に出てくるルパン一味っていうのは絶対にスタイリッシュに物事をこなすんだよ。やっぱあれぐらいスタイリッシュにこなさないと無理なの。スタイリッシュ体型の話じゃなくてね。お前は違うよ絶対に。お前はスタイリッシュじゃないよ。ね、だからスタイリッシュにこうやってパパってなんかこなさないと、スパイとかそういうのは向いてないんだよ。お前らもな、いいか、
もうな、本気でな、スパイをやりたいんだったらもっともっとルパン一味みたいになってから手直してきやがれ。ねえ、秘書。おっしゃる通りですわ。ちなみにそのルパン一味って、うん、藤子ちゃんでもいいのかしら。何、まさかの裏切り。おバカな社長さん。やめろやめろ、今俺の頭に俺の頭に突きつけてる、それは何だ。水鉄砲よ。みんなおバカ、みんなおバカだ。いいの。何が。私がこの引き金を引いたら。引いたらどうなるの。このアムホールがびしょびしょになって関係者の方々に多大な迷惑をかけること。それは良くない、それは良くないよね。それじゃあそのまま動かないでちょうだいね。そう、恩をあだては返せない。ありがとう。大阪まで来て嫌われたくない。ありがとう。よっしゃー。助けてくれ。はいはいはい、これで握る。あった。お、これよ、この書類が欲しかった。あった、その書類。よかったな。それじゃあみんな逃げるわよ。探し、車を出して。オッケー。車なんてない、ハンドルとかもどこにもないし、どこにもないから無理でしょ。うん、そこに入ってたのね。よいしょー。入ってたの、ハンドルが。じゃあみんな、行くよ。出発進行。おー、全体に進行。今も生きてるの、街のポストに君宛ての手紙。